まああの、昨日、一と日と日本シリーズありまして、まあソフトバンクの強さが目立った日本シリーズと言うんでしょうか。そはせやけどね、もうはっきり言うわ。僕はあの、プロ野球ニュースで、あの、勝敗表またね、全員こう言われんねんけど、僕も、4勝0敗言うてん、最初な。失礼。もう横浜に失礼やから、3位から頑張ってな。阪神との第一ステージでももう負けからスタートしてんねんから、敬意を表して4勝2敗にしといてと。ああ、なるほど。ほんまは4勝0敗やねん。 そうじゃなかったら、あのパリーグで2位に10ゲーム差以上つけて、優勝してるチームと、セリーグの3位のチームの戦いやから、ほんまやったら、もうね、横浜頑張ったからいいんやけど、ルールやけど、僕の中では、やっぱり広島が出なあかんねん。2位に10ゲーム以上の差つけとんねんから。あの、うちの人だからもうルールでね。はい。 5ゲームまでとか。いやーほんま言いますよね。うん。うん。もうそういうルール作らなあかんわ。あの、お人によっては10ゲーム差以上ついたアドバンテージもう一生とかいろいろあるんですけど。そうでそ,そ,それはったらもうせめてね。せめてもう腹からしたらあかんねん。<laughs> 10ゲーム差以上の、その、一筆入れとかなか。<laughs> でも、これどうします ?9 ゲームとか微妙ですよ。うん、微妙やから、そのね、ええ、普通せやけど、そういうルールし <laughs> つけとかないと、もうあの、2位でも、もうこのクライマックス狙いになってしまう。まあ、あますからね。あんまり強すぎて早い決めるから、今回でも。そう,そうですよね。今回でも試合感が、戻らないまま終わってしまってるし、そう、ね、カープからするとエルドレットはまた故障するし、そうですよ。な、安倍ちゃんは故障して、 日本、ね、シリーズに備えてる言うけど、うん、クライマックスでやられてもたんやから。そうですよね。2> うん、で2年連続横浜は勢いあるやんか。うん、2>, 2年連続そのクライマックス出てるし。うん、うん。クライマックスはもう短期で少ないから、試合数が。 うちのみさんとかはもう焼き上まり分かってないから、うん、なんでソフトバンクと横浜が日本シリーズをやって。そうやね。それメジャーみたいにあれがな、もうトーナメントみたいになって、30球団、30球団ぐらいあればね、何地区何地区でもうそれでもいいんやけど。いや、でもほんまにまとしやかにある12球団を3地区に分けて、いうの話もあったりなかったりですけども。うん、いや、だから、本当は簡単な話やで。うん、ルール、ルールにもうな、その最初はクライマックスでも、アドバンテージもなかったや。 そうです、そうです、最初。それで一番きつい思いしたんが大栄やねんから。当時もね。うん、もう泣いてたんやから、俺ら取材行ったら、<laughs> お監督、それでも立派やからね。はい。愚痴決まったことだから、言いながらでも、三冠王、平成の三冠王の松中は、もう号泣や、うん、そうですよね。もう、インサイド鳴りされて、カリカリ来て、はい。三冠王を取った喜びまで吹っ飛んだもん。ねえ。 いますよね。そういうルール作らなあかんもあのお人によっては十ゲーム差以上ついたらアドバンテージもう一生とかいろいろあるんですけど、それやったらも,もう千点ね,えねえ。千点 <laughs> も鼻からしたらあかんねん。十ゲーム差以上の,の一筆入れとかね。<laughs> でもこれどうします？九ゲームとか微妙ですよ。うん、微妙やからそのね普通せやけど、ええ、そういうルールつけとかないと、<laughs> もうあの二位でももうこのクライマックス狙いになってしまう。まま少ないから試合数が。 うちの嫁さんとかはもう野球あまり分かってないから、うんうん、なんでソフトバンクと横浜が日本シリーズンをやってのそう,、ね、そうやね。それメジャーみたいにあれがな。 もうトーナメントみたいだって、3十九段、三十九段ぐらいあればね、何地区何地区で、もうそれでもいいんやけど。いや、でもほんまに誠しやかにある12球団を3地区に分けて、いう話もあったりなかったりですけども。いや、だから、本当は簡単な話やで。ルール、ルールにもね。あんまり強すぎて早決めるから、今回でも。そうですよね。今回でも試合感が、戻らないまま終わってしまってるし、カープからするとエルドレットはまた故障するし、そうですよ。 な安倍ちゃんは故障して、日本シリーズに備えてる言うけど、クライマックスでやられてもたんやから。うん、そうですよね。で2年連続横浜は勢いあるやんか。2>, うん、2年連続そのクライマックス出てるし。うん、うん。クライマックスはもう短期で、ああ、なるほど。本んまは4勝0敗やねんって。はい。そうじゃなかったら、あのパリーグで2位に10ゲーム差以上つけて、<laughs> そうです、ね。優勝してるチームとセ、セリーグの最位のチームの戦いやから、 ほんまやったら、もうね、横浜頑張ったからいいんやけど、ルールやけど、僕の中では、やっぱり広島が出なあかんねん。2位に10ゲーム以上の差つけとんねんから。あの、うちのだからもうルールでね。はい。 5ゲームまでとか。いや、ほんまいい。ま、あの、昨日、一と日と日本シリーズありまして、まあ、ソフトバンクの強さが目立った日本シリーズと言うんでしょうか。そらせやけどね、もう、はっきり言うわ。僕あの、プレ野球ニュースで、あの、勝敗表、またね、全員こう言われんねんけど、僕も、4勝0敗言うてん、最初な。失礼。もう、横浜に失礼やから、3位から頑張ってな。阪神との第一ステージでも、もう、負けからスタートしてねんから、敬意を表して4勝2敗にしといて、と。